はい、今日はですね、Facebook 広告の動画広告について見ていきます。まあ、たまたまね、私の個人のフィードの方で、私、小島ですけども、個人フィードの方でね、見ていましたら、動画広告が出てきたので、こちらご案内したいと思います。こちらご紹介をね、していきたいと思います。実際にね、こう目で見た方がわかりやすいと思いますので、こうね、動画広告っていうのは、ね、こういう風に流れてきますよ。ということですね。こんな形で音は今ね、消していますけれども、こういった形で若者正社員チャレンジ事業ということで動画がね、ある程度流れるわけです。これだいたい1分ぐらいの動画なんですけれども、こう CM のようなものがね、こう動画で。そうすると動画をこれ進めてみますね。で、これ動画終わりますよと。3、2、1で終わりますけれども、終わると詳しくはこちらって出てくるんですね。で、これ飛ぶと、このランディングページというか、無料相談のページに飛ぶと。まあ、紹介ね、告知ページに飛ぶので、これがね、動画広告なわけです。ここから飛べる。これが動画広告の仕組みですので、まずね、ページに来させたいとかね、場合、あるいは興味をね、目を引きたい場合は動画広告ね、ぜひ使ってみてください。